ツイッターの世界を見ると自分よりすごい人ってめちゃくちゃいるじゃないですか。じゃあ自分よりすごい人たちがそのたくさんね仕事を持ってるかって言われると意外とそうじゃないと思うんですよね。で逆にですよ、田舎のビデオ屋さんみたいなところでもなぜか自分より売り上げが立ってたりするわけですよね。じゃあそれって何が違うのかっていうと、はいどうもこんにちは。今回ですね、前回皆さんに勉強法、独学での映像制作の勉強法を共有させてもらったと思うんですけれども、今回は僕が地方在住、ど田舎暮らしでどうやってそういう大手の CM 案件をできるようになったのかっていう話をしていきたいと思います。でこれを語るにはですね、ちょっと昔の話からしていかないといけないので、僕がどういう経緯を経てこのフリーランスになったのかっていう話もしていきたいと思います。最初はですね、僕22の時に広島県の小さなね映像制作会社に入りました。でそこはまだ映像部自体が立ち上がったばかりで、結婚式のね映像とかちょっとしたウェブ用の企業 VP とか株主総会用の映像とか、そういったものを作ってました。で当時は僕は本当にディレクターとかカメラマンとかエディット全部をやっていて、当時 NX カムっていうですねちょっと中盤の、ビデオカメラがあるんですけども、あれを持って撮影してたり、プレミアプロっていうアドビのソフトがありますよね、あれでカット編集をしていました。で当時は本当にアフターエフェクツとかほとんど触ったことがなくて、本格的に触り出したのはフリーランスになってからなんですけれども、じゃあそんな状態で僕がフリーランスになってなんでねそんな仕事が取れるのっていうところが多分気になってた部分だと思うんですけれども、今回ね僕が紹介する方法っていうのは、まあ、一つのね方法論に過ぎないので、まあ、それがね正しいかって言われると今の時代にはもしかしたら正しくないかもしれません、まあ、一つのね田舎暮らしの僕が辿ってきた経緯として捉えていただければなと思います。まずですね、会社員の時ってこう席に座ってたら上司からおいこの映像編集してくれと頼まれて、わかりましたっつって編集するじゃないですか。で僕もねフリーランスになった時に席に座ってたら仕事が来るんだと思ってたんですよ。で奥さんを連れて田舎暮らしを始めて仕事のね仕事部屋を作って、そのねよし仕事部屋ができたぞと席に座ってたんですよ。で仕事部屋にね椅子に座って約ですね、まあ、3日とか4日とか経ったんですけれども、待てよと、席に座ってても仕事来ねえじゃんとなったわけです。であれって待ってくれ、仕事ってどうやって取るんだっていうところから僕はフリーランスがスタートしました。まあ、本当ね見てる人からしたらいやそんなの当たり前じゃん、こいつバカじゃないのって思うかもしれないんですけれども、僕はねそんな状態からスタートしました。で、まあ、当時はですね僕は田舎暮らしがしたかったので、まあ、仕事はまあ何でもいいかと思ってたんですけれども、映像制作っていうものがすごく好きだったので、まあ、できればね映像制作の仕事をできたらいいなと思って始めました。当時ちょうど GH4 っていうねパナソニックの一眼レフカメラが出て間もない頃だったので、僕はねその GH4 を買えば撮影の仕事もできるぞと思って、GH4 をはじめとした映像制作にね必要な機材をいろいろ買い揃えて、これで撮影と編集の業務をしていこうということで仕事を始めました。でただですね本当に何も仕事がなく、人脈も一人もなく、僕のことを世の中の人は誰も知らないという状態でのスタートだったので、まあ、はてはて本当にこれどうしようかなと思ってたんですけども、じゃあまあとりあえず作品を作らないと、実績とねいうものが何もなかったので、実績作りからやっていこうということで始めていきました。でその時に気づいたのが、映像を作る技術とお金を稼ぐ技術って全く別物なんだなってことに気づいたんですよね。で本当になんかその脳みその使い方も全然違うし、勉強するジャンルも全然違ってたので、よしじゃあまあアフターエフェクツのチュートリアルは1個ずつ毎日やるとして、いろいろね経営者の人が出してる本を読もうと思って、そこからいろいろ本を読み始めました。でいろいろねこう本を読んでいくと、どうやら今は SNS で仕事を取っていく時代らしいということが書いてあったので、当時、まあ、インターネットでそのなんていうんですかね
ちゃんとこう人を集客するっていうことを勉強しようと思って、そのねインターネットの集客っていうのを教えてる人のもとに教えてくださいと、弟子入りというか、まあ、その人が開講しているスクールがあったのでそこに参加しました。その方が言っていた通りにいろいろですねやっていって、まあ、そのやっていく中で、僕もねトライアンドエラーを繰り返していって仕事を取っていったんですけれども、当時はあの Facebook がかなり流行っていて、まあ、今はね Twitter の方が流行ってると思うんですけど、 Facebook の中にいわゆるその経営者っていう呼ばれる人たちがすごくね集まってたんですよね。でその Facebook の中でいろいろこう検索をしていると、いろいろベンチャー企業の社長さんみたいな方がたくさん出てきたので、あなんかそのベンチャー企業の社長さんに声をかければ仕事が取れるのかなと思って、僕はそこのベンチャー企業の社長さんに絞って営業をかけることにしました。でそのベンチャー企業の社長さんに企画書と絵コンテと僕がなぜそこのムービーを作りたいかっていう話をですね、その社長さんに直接今でいうダイレクトメッセージを送らさせてもらいました。でその時の内容自体は、僕はね無償で映像を作りますと。でなんでそれを作るのかっていうと、僕が今フリーランスになったばっかりで実績が一つもないと、見せられるものが一つもないけど今自主制作でこういうものを作ってますと、こういうものは御社の今書いてある絵コンテでこれぐらいのクオリティは出すことができるので、ぜひね協力してくれないかと。でその作ったムービー自体はそちらでプロモーションとして使っていただいて構わないので、ぜひお願いしますということで、多分30人ぐらいには送ったと思います。それでまあレスポンスがあったのが5社ぐらいからレスポンスがありました。で実際に作ったのは3社でした。で本当にですね無償だったので交通費も自分が負担して、広島のね田舎に僕は住んでるので、広島から大阪に行ったり広島から東京に行ったりっていうので、いろいろね映像制作の作品作りをしていったという感じです。で、最初にですねベンチャー企業の会社紹介であったり、その社長さんの紹介であったり、そこが開発してる商品の紹介みたいなのをムービーを作って3社分ねできたんですよね。でそこで、僕は本当に、ね、人脈もなかったし、これ以上ねどういうところに売っていいかわからなかったので、そのねベンチャー企業の社長さんに普通にね相談しました。僕はね今フリーランスでやってて、その人脈が何もなくて仕事をねどういうふうにね取っていいかわからないんですよねと。でこういうね映像制作を作る技術はこれからね今勉強していて、まあ、そこそこね自分一人とかその小規模で費用の割にはかなりいい作品を作ってると思うんですけど、どうですかねっていう話をしたら、その3社の中の1社の社長さんが、じゃあ自分が知ってるね会社のところに売り込んであげようかっていう話をしてくれたんですよね。でその社長さんに僕が、あそういう話だったらっていうことで持ちかけさせてもらったのが、僕の制作費自体は当時ですね多分撮影編集とか、まあ、もろもろディレクションとか込み込みで50万で大丈夫ですと。で50万で作るので、そこから上にいくら載せるかはそのね社長さんにお任せしますよっていうことで、その社長さんが何て言うんですかね、新たにですね映像制作事業部みたいなのを、まあ、仮で作ってくれて、で、まあ、クリエイターは僕としていろいろね関係業者に売ってくれたんですよね。でまあ実際にねその社長さんが、いくらでね売ってたかは分からないんですけども、その時に新たにですね3、4社、4社だったかな、4社その社長さんが売ってくれて、まあ、僕はねその時に200万円ぐらいの売り上げを上げることができたということなんですよね。で、まあ、この時に、プライベートでは何が起こってたかっていうと、4月に移住して、奥さんの妊娠が発覚したのが8月だったんですよね。で、もう当時は僕はお金があんまりなかったので、機材とかを買っていったらもう現金の底が尽きたんですよね。で、まあ、あんまりよろしくないんですけれども、手持ちのクレジットカードで、まあ、絶対に仕事がつながると思って、交通費とかをねクレジットカードを1枚ずつ燃やしながら消化していく日々でした。で奥さんがそこそこいい産婦人科に行きたいっていうことだったので産婦人科に通ってたんですけれども、まあ助成金がね、出産に関しては下りるんですけども、その
結構いい産婦人科だったので差額として12、3万円ぐらいを産婦人科に払わないといけないっていう状態だったんですよね。あの子供が生まれた後に退院するときにですよ。で僕はその12、3万が捻出できない状態だったんですよ。でやばいやばいとずっと思っていて、もうそのね、起業した1年目はもう僕はやばいしか言ってなかったと当時奥さんは語っていたんですけども、本当にやばいと言いながらやってました。でその売上の200万が入ったことによって、当時クレジットカードの支払いがマイナス100、120、30万ぐらい貯まってたんですけども、それを一括で返済することができ、産婦人科の差額の12万ぐらいを納めることができ、滞納していた年金とかも支払うことができたという感じなんですよ。でそれがまず第一歩の映像制作のスタートでした。でそこの会社さんから定期的にね、いろいろ仕事は受けられるようになったんですけども、僕自身は結構しんどかったんですよ。当時はですねカメラマンを一人つけて、僕が監督と編集をやってカメラマンの一人を連れて行っていろいろ回ってたんですけども、本当にですね家にいない時間がすごい多くて、なんかこう田舎暮らしをしたくて始めたのになんか違うぞとなってきて、フリーランス2年目の時にもうちょっとね家にいたいなと思い始めました。でその時1年目の時にアフターエフェクツに関しては毎日ね、そういった状況の中でも1日1個チュートリアルを消化してなんとか知識を得ようと思ってやっていたので、アフターエフェクツの知識自体は1年終わった後にだいたい身についてました。あとはなんかその自分のね目を超えさせたり、どういう作品がかっこいいのかかっこ悪いのかっていう判断基準をつけていくのが2年目だなと思って、たくさんねいい作品を見て勉強するという期間にね変えていったんですけれども、で次にやったのが2年目ですね。2年目はその得たアフターエフェクツの知識を発信しようと思って、当時は Facebook だったんですけども、 Facebook でこういう知識あるよみたいな感じで発信しました。でそうするとなんかその映像制作の関係者の人たちがフォローしてくれたり友達申請くれたりして、なんていうんですかね、つながりがねどんどん増えていったんですよね。でそうすると前回紹介した日本のねウェブサービスで Book っていう映像制作全般の知識を共有するサービスがあるんですけれども、その Book っていうサービスが立ち上がり始めたのがその時だったんですよね。でそれで Book の人たちがイベントをね全国各地で、そのビデオグラファーと呼ばれる人たちを集めてやってたんですけども、ちょうどね広島で開催されたので僕もね参加しました。でその時に僕がこう趣味で作ってるアニメーションであったり、まあ、ちょっとした CG の作品であったりっていうのを、リール1本の作品集にまとめて、現場でね流させてもらったんですけども、まあ、広島県っていう、まあ、地方なので、そういうねアニメーションとか CG とかをがっつり作ってる人が誰もいなかったんですよね。でそれでなんかちょっとまあその中の集まったクリエイターの中ではかなり目立つことができたのと、あとはそのブックの運営してる人たちにちょっと目に留まって、今度ね、イベントを大きなイベントをやるので、その田舎暮らしの話とどういうふうに学んでるのかっていうのを、登壇してくれないかっていう話が持ち上がりました。で僕はもう2つ返事でやりますやりますって言って参加させてもらって、フリーランス2年目の冬だったかな、2年目の冬の時に、そのねブックの大きなイベントで、お話をさせてもらいました。でその時にも新たにね今がチャンスだと思って作品集を改めて作り直して、その現場で流させてもらったんですよね。でその時に、大きく変わったのが、現場でですね来てた同じ同業者の人たちから編集だけとかアフターエフェクツに関するモーショングラフィックスの仕事だけをお願いしたいっていう話がポン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 と4件ぐらい一気に持ち上がったんですよ。で僕はあ、俺の需要ここなのかなと思って、あ、もちろんもちろんっていう感じでやり始めました。であれやこれやしているうちに本当に3年目からですね、そのブックのイベントで知り合った映像制作者の人たちと仕事をしつつ、その、映像制作をされている方の他の人にもこう紹介してくれて、
なんか気がついたらですね、3年目は自分でそのディレクターとしていろいろ各地を回って撮影するっていう仕事を、まあ、2件ぐらいしかやってなくて、あとは全部ね編集業務だけで終われたんですよね。で、あ、これなんかもう俺のポジションここでいいかもしれないというか、僕自身がそういう仕事がすごい楽しかったんで、もうここに絞ろうと思って一気にねそこに集中してやり始めてからが、まあ、僕の、まあ、売上的にも精神状態的にもこう好転していったっていう感じですね。で、そこからじゃあその大きい CM をやってたかっていうと、その時はまだ全然やってませんでした。で、大きな CM につながるのはこの後なんですけれども、たまたまですね、僕が広島で、すごいね憧れてる監督さんがいて、でその方とねずっと仕事をしたいなと思ってたんですよね。で、その監督さんの会社は、上海が本社にあって、なぜか広島に支社があるという会社だったので、その上海の本社はですねすごく大きくて、まあ、いわゆる化粧品の大手の会社であったりとか、車のね会社であったりとか、そういうところの CM とかを一挙にね受けてる会社だったんですよね。で、その支社が広島にあって、そこの監督さんと僕はいつか仕事がしたいと思って、自分が作品を作った時にいろいろね送ってたんですよ。で、まあ最初はですね、しかとされてたんですけれども、3年目ぐらいの時にたまたまその監督さんから返事が来て、会えませんかみたいな感じで、メッセージがね飛んできたんですよね。で、僕はやったと思って、その監督さんのもとに、自分のね改めて作品集を作り直してい、きました。で、最初にもらった仕事は広島のウェブ用の紹介映像の一部の編集をお願いするとかっていう、まあそういう小さな仕事からだったんですけれども、まあ、そこでね一個一個ちゃんとね結果を出していけば、一緒にね仕事ができるんじゃないかなと思って、僕は一生懸命ねその一つ一つの仕事をやっていきました。で、そうすることによって、まあ、僕自身もスキルが上がっていくし、まあ、その監督さんとのね信頼関係もどんどんね、なんていうんですかね、太くなっていって、で、ある時ですね、まあ、車のCM を作りたいと思って、その前段としてウェブ用の映像を作ろうと思ってるんだけど、オンライン編集、いわゆるエフェクトの合成とかっていうのを、全部ねお願いできないかっていう話が舞い込んできました。僕はまあ2つ返事で OK をして、で一緒にねその仕事をやったんですよね。で、まあそれでやるとすごく大変だったんですけど、まあ、車のね運転席を全部1フレームずつマスクを切って運転席を見えなくしたりとか、全部ね車をのトラッキングをカメラトラッキングとかをしてエフェクトを合成したりとか、これまでの知識で得たものよりもはるかにねやっぱりレベルが高いことをしないといけなくて、まあ、僕自身もすごいね勉強になったし、毎日ねワクワクするような気持ちで、一緒に仕事をさせてもらったんですよね。で、それが2人でねほぼ、まあ、その会社のスタッフさんと僕の一人で完結させることができて、まあ、それでできたからまたね次の車の案件があったらダストマン呼ぶよっていうことで、いろいろね今させてもらってます。で、この話を聞いて、何をね受け取ってほしいかっていうと、意外とですね僕全部 Facebook で発信したりとか Twitter で発信したりとかしてるんですけれども、その仕事になってるのって対面でこう会って初めて仕事になってるんですよね。で、例えばそのツイッターでたくさん作品を発信してフォロワーを増やした方がいいっていうのは、まあ、今のね時代間違いないと思うんですけれども、僕個人的にはですよ、僕個人的にはツイッターの世界を見ると自分よりすごい人ってめちゃくちゃいるじゃないですか。じゃあ自分よりすごい人たちがそのたくさんね仕事を持ってるかって言われると意外とそうじゃないと思うんですよね。逆にですよ、全然そのスキルが自分より低い、本当になんかその田舎のビデオ屋さんみたいなところでもなぜか自分より売り上げが立ってたりするわけですよね。じゃあそれって何が違うのかっていうと、やっぱり人と人との信頼関係だと僕は思ってるので、なんかそのオンライン上でひたすらフォロワーを集めてそっから仕事になるっていうことももちろんあると思うんですけれども、やっぱりこう一回時間を作って
対面で話をするっていうことのその時間と信頼関係の密度でいうとやっぱ全然違うんですよね。やっぱり人間ってその合理的にはやりたいけど感情の生き物なんで、その何ですかね、あこの人のこと好きだなとか、この人と仕事をしたいなとか、この人と一緒に仕事できたら自分が成長できるなとか、そういうね、なんか感情的な部分って絶対あると思うんですよね。もちろんその合理的なことを考えれば、ツイッターで一回投稿したら何万人に一気に発信できるよみたいなのはもちろんねその通りなんですけども、僕はまあその中でも一人一人の人と直接会って話をするっていうところに結構まあ重きを置いています。で今も一回ね、オンライン経由で仕事をさせてもらった人に対しても自分が一回会いに行こうと思って1年に1回ねその一緒に仕事させてもらった人のもとに訪問してありがとうございましたっていうことは伝えるようにしてます。まあ、そういうね、一つ一つのコミュニケーションが次の仕事に多分つながってくるし、まあお互い気持ちがいいですよね。泥臭いって言ったらですけど、僕自身はね人とお会いしてお話をするのが好きなので、まあ、そうやってるっていうのもあるんですけれども、ちゃんと仕事をくれた人のところに直接ね訪問して、でまあ何ですかね、ちょっと雑談するだけでもやっぱりね気持ちって変わってくると思うんで、僕はそのオフラインのコミュニケーションをすごくね大事にしてます。でね、今回の話でもう一個ね重要な要素があるんですけれども、話を聞いてると、あなんだダストマン全部運が良かったんだなって思われる方もいらっしゃると思います。まあ本当にねその通りなんですよ。僕ねめっちゃ運が良かったんですよね。本当に今このベストなタイミングっていうところでいろいろ登壇の依頼が来たり、仕事の相談が来たり、たまたまいろんな巡り合わせで今現在に至るという感じなんですよね。でこの YouTube もそうですよね。なんとなしに始めた YouTube が、まあ、今ね6000人近くの方に見ていただいてるのって、もう本当に僕当時自分では思ってなかったことなので、もう本当運がいいなと思ってるんですよ。じゃあ運がいい人と悪い人の違いって何なのかっていうと、ちゃんとね一つ一つ行動を日々してるっていうことなんですよね。でこれってかなり重要で、その運っていうのは人が1から10に進もうって思った時に、なんかいいことが起こって、10進むつもりが一気に100まで行ってしまったっていうのが運なんですよ。でこれって0の状態だと運って全くやってこないんですよね。本当に、なんていうんですかね、前回の勉強法の時にアフターエフェクツは点を打つ作業だって言ったと思うんですけれども、この幸運自体も全部ね点を打つ作業なんですよね。一個一個全部前に進んでるからこそ、何かどこかの点が運が要素して一気にグンって伸びたりするんですよ。例えば僕の例を取ると、エディットだけの仕事をしたいって思って、別にねそんな気もなく登壇したイベントでエディットの仕事が一気にこうドンって増えたのは、自分がその準備をしてたからこそのラッキーなんですよね。で宝くじもそうですよね。宝くじは買わないと当たらないぞっていうのは、買った人にだけ運がやってくるんですよ。じゃあ買わなかった人には運が舞い込んでくるかっていうと全くそれはないですよね。なので幸運っていうのは0から何かが生まれるんではなくて、1から2に進もうと思った時に2が4になったり6になったり、はたまたいきなり1000になったりとか、そういうものを運っていうんですよ。なのでこれから学生の方たちとか、アフターエフェクツ勉強されてたり、いろんなこと、何でもそうですよね、何でもやってる方そうだと思うんですけれども、こう何かね自分の今の現状を変えたいって思った時にしっかりね行動して、その時に備えて準備しておくっていうことがめちゃくちゃ重要なんですよ。でそのタイミングがいつ来るかっていうのは本当にね分かんないんですけれども、来た時にフルアクセル踏んでそこに突っ込める状態を常に作っておくっていうのがかなりね重要なポイントです。熱く語ってしまったんですけれども、僕が伝えたかったのは本当に一つ目はオンラインの時代だけどもやっぱりオフラインに勝てるものはないっていうのと、二つ目は幸運っていうのは行動した人のところにだけ訪れるっていうところを意識してもらえたら、なんかこうね今仕事があんまりなくて困ってるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
そういう人たちが これからね仕事をたくさん取っていくってなった時に、一歩一歩のねやっぱり全部積み重ねになってくるので、前回の勉強法の時でも泥臭く楽しくやっていきましょうという話をしたと思うんですけれども、今回のその仕事を取っていくっていう話に関しても泥臭く楽しくやっていければ未来がね切り開けるんじゃないかなと思っております。まあ、今回も僕のねそういった経験がなんかね皆さんのご参考になればと思って一本ムービーを撮らせてもらいました。僕自身もねまだ映像制作に関しては勉強中ですし、全部独学の一人でやってきた部分があるので、全然ねその基礎的な知識が抜けてたりとか、大人数のグループワークに全然慣れてなかったりとか、まあすごいねハイエンドなレベルの人たちがやってることは全然理解できてなかったりとかっていう部分があるんですけれども、まあそういった部分も含めて今後ね自分が勉強したことは皆さんにねシェアしていきたいなと思っておりますので、今日はですね僕が仕事をね取ってきた経緯みたいな話をさせていただきました。というわけでね今回の動画は以上になります。参考になったよっていう方は高評価またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。